お、いけるー。はい。さあ、行きましょう。本日もやってまいりました。ビッグレイクでございます。ちょっと、お。OK。最後。今日も交流戦なんですけれども、今日はね、なんと、滋賀県でも、もうナンバーワン、ナンバーツーの、まあ、いつもの SR2008 さん、オーバー40ですね。オーバー40交流戦の、SR2008 さんと、そして、森山侍さんという、サッカーチーム、もうクラブチームですね。こちら、森山侍さんのことを言いますと、関西リーグで、プレーされている、その、ガチ勢のチーム、ガチのチームの、シニアチームですね。ガチのチームの中の、チーム分けがあって、その中のシニアのチームと試合ができるということで、もう勝ち負けとかということじゃなくて、経験値、本当に強い、そしてすごいチームとやれる、その経験値っていうの、もちろん、それは勝てないね。勝てないんだけど、その、どういうことをできるのか、どういうことをするのかというところで、もう経験値、楽しみです。もうワクワク。恐怖心というよりもワクワク。もう点数とか、特に気にせず、今日はね、どんな攻めが来るのか、どうやって守るのか、何をしたらいいのかっていうのをね、今日はやっていきたいなと思ってる次第でございます。いや、ほんと気温もね、28度ぐらいで、まあ暑すぎず、日差しもないし、まあ、ナイターということで、楽しめたな、サッカーを楽しもうじゃないかということでは、ないかなと思っております。すごいね、そのサッカーチームのユニフォーム、何かわからないんですけど、それにスポンサーがね、もう何十個と、キリンハイ、そうだって少年、朝のかな、すごいんですよ。はい。まあそんなこんなで今日は怪我ないように頑張りたいと思います。どうなるかな、頑張ってみましょう。お願いします。つか、うちのチームが来てへん。まず誰も。いる？あ、ほんまや。いたいた。あ、じゃあ頑張ろう。お疲れっす。お疲れっす。お願いします。早いね。やっぱりあれ、佐藤森山侍に気合入ってるってことだね。なるほど。なるほど。気合入ってる。足引っ張らない。気合入ってるじゃん。
¡Gracias!
お疲れ様でした。ハゲトロフ、はい、本日も無事交流戦の方を終了いたしました。まあ結果から言うと、森山侍さんとは1対2で負け、そして SR2008 さんとは0対2で負けということで、まあ、負け負けということになりましたが、ただ、前回 SR さんとは0対9で負けていることを考えると、まあ、我がチームの、まあ進歩だったのではないでしょうか。いやー、なんだろう、そうですね、何が一番大きく変わったのかなと思ったら、やっぱりこのセンターバックにしてもそうなんですけど、おとどりにいてくださったテラさんという方がまあまあいるんですけど、そこの安定感っていうのが一つ、あと前線にうまくて速くて上手なプレイヤーがいたので、こうボールをキープしてくれるっていう時間が少しでも多く取れるので、その間にこうバックラインも、まあ、ゆっくりって言ったら失礼ですけど、まあ、落ち着いてラインを上げたり下げたりスライドしたりっていうことができる、これがもし前で収まりが一切ない場合だと、どうしてもこのディフェンスラインの修正とかっていうのに時間がなくて、こう少しずつずれていく崩れていくっていうところで違いがあるのかなっていうのはとても今回実感いたしました。もちろん相手チーム様のその人数の揃い方とか、まあ、そういうのもあるとは思います、あるでしょうなだけに、まあ、何とも言えませんけれども、でも、すごい満足のいく試合であったことは間違いがありません。まあ負けてるんで大満足してはいけないんですけど、でも、うん、いや頑張ったなというところです。まあ楽しかったです。ただ私個人としてはやっぱり全然今回は特にキックの精度にしてもそうだし、あとまあポジション取りもそうだし、あともう一つ一番悲惨やったんが、ちょっと今日スパイクのインソールを新しいのを試してみたんですよね。そしたら案の定靴ずれして、靴ずれするとね、どうしても一歩目が遅くなったりとかっていうこともあって、自分の本当のポテンシャルっていうのは出せなかったのかな。まあポテンシャルっていうほど大したことないですけど、まあまあまあ次回ね、ちょっとやっぱりもう試合、大事な試合の時はスパイクは絶対に靴ずれしない昔から使ってるやつを使おうかなと思ってます。なんかそうだな、もうそれが潰れるまで使い続けないとダメかな。もういちいち今回のように、靴ずれや何やで自分のトラブルになるぐらいやったらって思います。あ、難しい、なんで靴ずれすんやろ。はい、ということで、楽しい交流戦だったと思います。収穫もあります。悔しい思いもしております。判断の悪さとかもあります。そういうのも含めてまた頑張りたいと思いますので、もしよかったら高評価、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。いや、走れるって最高やね。